少し縮まったかしら。そう、目標タイムまではもう少しね。少し休憩したらもう一度泳ぐわ。また計測をお願いしてもいい？お？そんなに私が真剣に泳ぐのが珍しい？実はね、最近水着が少しきつくなった気がして。ほら、この辺りきつそうに見えない？水着って体型の崩れが目立つのよね。でも今さら学校指定の水着を買い直すのももったいないし、だから当分は学校のプール開放に通って体を引き締めておこうと思ってるの。それに夏の眩しい日差しの中で泳ぐのって気持ちがいいもの。ね、君も一緒にプール開放に通わない？